こんにちは。今日は育苗棚を作っていこうと思います。ここは冬野菜とか育苗に使っていた場所なんですけど、まあ、ここをきれいにして、夏野菜の、苗を育てるための育苗棚を作っていこうと思います。で、発酵熱をちょっと利用しようかなと思って、一旦ここに穴を掘って、その穴の中に、雑草とか稲わらを入れて発酵熱を少しでも利用できないかなと思って、埋めている動画になります。で、ちょっと動画自体すごい地味になっちゃって、まあ穴を掘って稲わら入れて埋めていくだけの動画なんで、ちょっと動画自体 動きのない動画になっちゃうんで、まあ植える野菜の品種の紹介も合わせてやっていこうと思います。野菜の紹介は Excel で行います。で、こちらが植え付ける野菜の品種ごとの表になります。で、上から大玉トマトは、今年アロイトマトと桃太郎トマト、通常の品種の種が取れたので、まあ、これは種を買わずに栽培できます。で、大体去年の実績とか見ると、2月入ってから種まきしてるので、まあこれ以上早いと、まあ年間の温度的に一番低い時期になるので、ちょっと避けた方が良くて、で、2月入ってちょっと経ってから、まあだんだん気温が上がってくるので、まあそこで種まきしようっていう思いで、2月2週目ぐらいを種まきの予定にしています。で、トマト、あと中玉ミニトマトも栽培するんですけど、トマトってやっぱり大玉が美味しいじゃないですか。美味しいっていうか、僕大玉トマトが好きなんで、まあ、一応中玉トマトとミニトマトも育てるんですが、なんだろう、まあミニトマトが一番早く食べれるので、まあ、ついで、中玉、大玉って食べれるんですけど、成長速度の違いで。なので、まあ、あまりミニトマト、中玉トマトは力を入れず、最初の収穫早い段階で収穫できるってことで、一株ずつぐらい植えて成長してくれればいいかなって思ってます。あとほとんど、どんぐらいだろう、20個ぐらい植えるかな、大玉トマトは。20個ぐらいたくさん植える予定です。で、大体トマトと同じでピーマンとナスも大体同じ時期に一緒にまいちゃいます。で、ピーマンは、これも何種類か試したんですけど、とんがりパワーっていう細長く大きくなるピーマンが、食べ応えもあったのでいいかなって思って、これも確か種取れたと思うんで、まあこれも購入せず、その種から育ててみます。で、ナスは千両二号の種が、まあ毎年取れてるんで、それを使って、これも購入せずに育てていこうと思います。唐辛子は取れたか、わかんないんですけど、これはもしかしたら買うかもしれないですけど、同じ時期に撒いていきます。で、パプリカはまあ、スーパーで買ったパプリカの種が何個かあるんで、それをお試しで撒いていこうと思います。で、ネギなんですけど、ネギはもう種から育てるのはやめました。それだけ大変なことが増えるのは嫌なので。で、この汐留奥ネギっていうネギが、まあ、増えちゃう系のネギで、植えておくとどんどん増えていくっていうネギなので、で、去年だいたい4月入ってから、分月するように植えたんですけど、なんか11月12月とかになってもそんなに増えずに、しかも細いままだったんで、まあ今年植えているところを畝を1本残して、まあそれを今年の10月11月、12月、冬用に
備えて、まあ一畝は使う予定なんですけど、もう一つの畝で、まあ、去年4月入ってから植えたんで、今年は早めに、1ヶ月ぐらい早めに、まあ一畝、もう一畝植え付けてみて、まあ冬の収穫に、収穫の頃には太くなってるかちょっと実験を兼ねて、二畝で今年はネギを栽培していこうと思います。で、スナップエンドウなんですけど、2月の種まきは失敗した時用なんで、まあ本来であれば11月入ってから巻いています。で、まあ11月に巻いたやつは、失敗せずに育ってるんで、まあ今年は2月の種まきはしないで大丈夫そうです。で、そら豆も順調に育ってると思います。で、この前にの動画に出したさつまいもなんですけど、まあ、大体1月の終わりか2月の頭ぐらいに今年は伏せ込みました。去年は3月入ってから伏せ込んだんですけど、ちょっと成長が遅くて、あんまり本数が取れなかった印象だったんで、まあまだ寒いんで全然育たないと思うんですけど、少し早めに、1ヶ月早めに伏せ込んで、見たいと思いますっていうか、もう伏せ込んじゃいました。で、キュウリなんですけど、キュウリはツヤ太郎っていう品種を昔買って、でそこから種を取って、で去年も普通に美味しいキュウリができたんで、今年もそのキュウリから取った種で栽培していきます。まあこれもだから購入はしないでいこうと思います。で、トウモロコシなんですけど、トウモロコシ白と黄色、ここ最近育てててやっぱり白と黄色で色混ざっちゃうと、それぞれ白一色黄色一色のトウモロコシって取れなくなっちゃうじゃないですか。だから、まあ、去年は3月入ってから早めのトウモロコシで育ててたんですけど、今年はまあ、ちょっと早く2月の終わりに種をまいて、まあ、ホワイト種、白いトウモロコシを早めに育てて、植え付けも早めにすることで、まあ、他の周りの家庭菜園や野菜作ってる人たちが植えてるようなトウモロコシの花粉がつかないように、まあ、早めに育てて白一色のトウモロコシは作っていこうと思います。で、まあ、植え終わったら、普通の黄色い品種のトウモロコシを植えて、育てていこうと思います。まあ、これも種取ったやつなんですけど、去年普通に食べれるレベルのトウモロコシは作れたんで、これも購入はしない予定です。で、あとは春菊レタスは、まあ、置いといて、あとは白瓜ですね。これは、奈良漬け用に育ててて、まあ、去年種も取れたので、その種を使って巻いていこうと思います。だいたい売り系、あと他はメロンとかスイカとかあるんですけど、そこら辺も全部3月入ってから巻こうと思います。去年はちょっと遅かったんですけど、今年は全体的にちょっと早めに巻こうと思ってます。で、メロンはパンナっていう緑色の果肉のメロンで、まあ、僕、その赤っぽい果肉のメロンってそんな、まあ、好きではないわけではないんですけど、まあ、どっちかっていうと緑色のメロンの方が好きなんで、パンナっていう品種のマスクメロンの品種を育てています。これも種取ってるんで購入はしないです。で、あとスイカはマダーボールっていう小玉の品種のスイカなんですけど、これも種取って今年育ててみます。どっちもっていうか、売り系は全部空中栽培をする予定なので、できるだけ大きくならない、あ、小さめのものが育つ品種を選んでいます。で、枝豆は、まあ、天ヶ峰、天ヶ峰、ちょっと言い方は分かんないんですけど、天ヶ峰と、岩刈り娘の種が取れたんで、
まあここら辺全部固定種なんで全然種取って育てられる品種なんですけど、まあどっちかっていうと岩刈り娘の方が僕好きなんで、まあこのランは天ヶ峰で天ヶ峰で書いてあるんですけど、まあ岩刈り娘でこのスケジュールで巻いていこうと思います。あとはインゲン豆ですね。インゲン豆ってそんなに好きじゃなかったんですけど、結構料理によって食べれる美味しかったものがあったんで、まあこれもちょっと早めに育てていこうと思います。まあ、穂高インゲン、固定種のインゲンと F1 のケンタッキー101、これちょっと去年種取れなかったんで今年また挑戦して種から育てていこうと思います。去年の余りがあったんでそれを植えていこうと思います。インゲンは確か種の寿命が短いらしくて毎年買わないといけないとか聞くんですけど、まあちょっとたくさん余ってるんでそれでやっていこうと思います。ダメだったら穂高インゲンだけになるかもしれないです。ほうれん草ズッキーニ、ズッキーニは、去年ダイナーの品種が手持ちのダイナーの種がなくなってしまって種も取れなかったんで、まあ、黄色いズッキーニのオーラムという種を取ってる品種があるんですけど、それを今年は植えていこうと思います。なんか黄色いオーラム育ててたんですけど、緑色のオーラムもなんか黄色と緑それぞれ出てきたんで、まあ運よく緑が出ればそれをダイナー代わりに緑色のズッキーニとして、まあ、種を取っていこうと思います。でジャガイモは北あかりがあったかな、ちょっとわかんないんですけど、アンデスレッドは確かあったのでそれを植えていこうと思います。で里芋なんですけど、結構セレベスの方が美味しくて、ドダレは、まあ、結構主力で育ててたんですけど、今年はセレベス半分ドダレ半分で育てていこうと思います。セレベスは親芋を食べる品種なんで、なんだろう、結構皮が剥くのが親芋1個剥いちゃえばあと料理するってだけで簡単なので、まあそういう利便性もあってセレベスを育てていきたいです。あと生姜は、まあ今年去年か去年取れた生姜の種が、土の中に埋めたんですけど、生きていれば、まあ、それを植え付けていこうと思います。でかぼちゃは雪化粧かぼちゃ、去年種取って植えてみたんですけど、結構なんだろう、雪化粧かぼちゃに似たかぼちゃもあれば普通の緑色のかぼちゃもできてしまって、まあ、F1 の種取って植えると、まあこんな風に品種、まあ、品質は安定しないんですけど、まあその中でも雪化粧かぼちゃに似た特性のかぼちゃを今保存してあるので、まあ、その種をまた撒いていこうと思います。でごぼうは結構消えちゃうことがあるので今年はやるか迷ってます。で人参なんですけど、まあ早めにマルチ栽培をして育てていこうと思います。春の人参の栽培は去年マルチしないでやったんですけど、もう草取りがすごく大変で、もう今年は春の種まきは絶対マルチでやっていこうと思います。でシソ、モロヘイヤ、オクラ、セロリ、ゴーヤ、クウシンサイは、まあ、夏の野菜なんでちょっと遅めに育てるようにしています。特にモロヘイヤなんですけど、モロヘイヤ早く撒いちゃうと成長が阻害されて全然、まあ、最初の成長がしなくて、で早めに種がついちゃって食べれないってことが何年か前にあったんで、これはできるだけ遅く撒くようにしています。十分に気温が上がる季節になってから種を撒いた方がいいです。
白菜とか、まあ、ここら辺は冬の野菜になるので、まあ、今回はここら辺までのご紹介になります。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。